皆さんこんにちは、ゾブです。今回ですね、新たな星5武器、アテナの清掃について、性能評価っていうところと、最後にね、福引き券が配布の分23枚あるので、ガチャの方をね、引いていこうかなと思います。ということで、早速内容の方に入っていきましょう。まず武器がアテナの清掃ですね。攻撃力が100で、攻撃魔力と回復魔力もそれぞれアップするような武器になっております。職業で言うと、戦士、僧侶、武闘家、この3色が槍をね、使える、得意武器として扱える職業になっているんですが、このアテナの清掃はね、主に、この回復魔力アップっていうところと、特殊効果というところもね、踏まえて、僧侶の専用武器となっております。で、スキル特殊効果っていうところを見ていきたいんですが、まず、戦女神の裁きですね。これ必殺技になっていまして、敵1パーティーに 180% の異様属性斬撃ダメージを与えることができると。倍率はね、かなり高めに設定されているんで、火力はね、結構出るんじゃないかなと思います。ギガントアックスですよね。今最強武器と言われているギガントアックスの必殺技が 185% なんで、パーセンテージ的には結構似ているのかなと。ただし攻撃力が、ギガントアックスよりは若干低いんで、その分火力は落ちるのかなと思います。で、僧侶に装備させると、食料的に、攻撃力も下がるんで、その分ね、思ったよりダメージが出ないっていう可能性もあるのかなと思いますね。先ほども言った通り、戦士や武闘家の専用武器としても扱えますので、そういったキャラにつけると火力はね、結構出るんじゃないかなと思います。で、次がですね、悟り好きですね。消費 MP が0になっております。で、敵一体に 95% の無属性斬撃ダメージで、自分の MP を約10回復するという感じになっております。これ僧侶とかが、例えば杖で攻撃すると、MP を回復するんですけども、それが槍とか、戦士とか武闘家でもできるといった感じになっているのかなと思います。この悟り好きをですね、活用するイメージとすれば、僧侶に装備させて単純に火力を出せる杖として、杖みたいなイメージで使っていくか、そうか、戦士って MP がね、だいぶ少ないので、戦士に装備させて、この悟り好きで MP 回復しながら攻撃して、MP が溜まれば攻撃してみたいな感じの使い方もできるのかなと思います。で、次が鬼コンボのダメージプラス 20%。これいらないですね。盗賊のダメージ 20% アップ。で、呪文耐性 5% アップ。これはね、守備玉が200個必要っていう条件があるんですけども、大会でね、呪文が結構強いので、ここは割といいんじゃないかなと思っています。で、雷鳴波ですね。敵1パーティーに 90% の電属性斬撃ダメージを与えることができる。これね、90% なんで、僧侶に装備させてもね、そんなに火力出ないんじゃないかなと思ってるんですよね。なんで、装備させるんであれば、戦士かな。一応全体攻撃を使えるって意味では優秀だと思うんですが、火力はね、そんな期待できないかもしれないですね。で、僧侶の時はコマンドバトル終了時に MP プラス5されますね。これかなりいいのかなと思います。で、女神の祝福、致死ダメージもしくは即死効果を受けると HP1 で踏みとどまることができると。この特技に関しましては、ザラキとかザキとかね、一発即死系の痛恨とかが使ってくるステージであれば、割と活用はできるかと思うんですけども、大会で使うってよりも、どっちかというと高難度向きの、特技になってくるのかなと思います。この女神の祝福を使って、で、戦士が2ターン目にカバーをするとか、戦士カバー元から覚えていますので、この女神の祝福とは若干相性がいいのかなとは思いますね。で、最大 MP プラス10ですね。これ戦士がね、MP プラス10になるのは非常にいいのかなと。で、悪魔系のダメージと斬撃耐性、呪い耐性、必殺ダメージが突でつくといった感じになっております。ただね、これ戦士につけると結構面白いかなと思っているんですけども、それでも、ただ、通常攻撃のね、全体攻撃が雷鳴波のみになっているので、戦士に装備させる想定だとすると、やっぱりね、ギガントアックスの方が強くなってしまうんですよね。なんで、ギガントアックスとか、勇者の剣を所持されていない方で、今回このガチャチケットですね、ガチャチケットで引くことができれば、結構ね、いい武器かなとは思います。ただし、ガチャをね、ジェム使って追うんであれば、ギガントアックスですね。今は、勇者の剣がもうなくなってしまったので、ギガントアックスを追うのがいいのかなと思います。で、次、防具に関しましては、僧侶の防具になってくるのかなと思います。戦士、武器は戦士とか武闘家でも、まだね、活用できる方法はあるのかなと思うんですけども、防具に関しては本当に僧侶専用。内容といたしましては、僧侶に装備すると、最大 MP プラス10と、メラ属性耐性、悪魔耐性、で、僧侶に装備すると、異属性斬撃ダメージプラス 3%、で、呪文耐性という感じになっています。
まあ、なんで、この防具はね、本当に今使わなさそうなイメージがありますね。これ一式で揃えて、僧侶に、アテナの清掃を装備させるって使い方意外にないので、まあ、この防具はちょっと価値はそんなにないのかなと思っております。まあ、ということで、今回のガチャについてまとめていくと、アテナの清掃は、まあ、ガチャで狙うほどではないです。で、ギガントアックス、ガチャ引くんであればギガントアックス。まあ、ですが、チケットで武器を引くことができれば、武器は意外と強いんじゃないかなと思っていますね。まあ、戦士や武闘家に装備させるっていう使い方もあると思いますし、まあ、単純に僧侶に、まあ、火力武器として、まあ、装備させるっていうのもいいかなと思いますね。まあ、ただね、僧侶に装備させてもね、回復特技がついてないんですよね。まあ、せめてベホイミとか、まあ、癒しの添え風全体回復みたいなのがあれば、まあ、結構良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、そうか、スクルトとか、まあ、せめてフバーハとか、そういったところが、まあ、どうしてもやっぱ欲しかったのかなとは思いますね。はい、ということで、まあ、今回はアテナの清掃の性能評価っていうのはこんな感じになりますかね。ということで、最後ガチャ引いていきましょう。よし、ガチャ引いていきます。23連ですね。引いていきましょう。で、まあ、最近ね、引きは結構いいんですよね。てか、だいぶいいです。ディガンタックスも配布23連。で、この前のグラフィアスか。まあ、グラフィアスも配布の23連で引けてます。最近ガチャ運がいいで、この23連でできれば武器欲しい。防具はね、多分引いてもちょっと使わなさそうな感じがするので、おっと、金色。まあ、昇格はないかな。OK ですね。で、次が3連目。まあでも武器は、僕そんな武器の手持ち強くないんで意外と使えそうだなと思っていいんで、ぴったりですね、本当に。よし、じゃあ次、10連いきます。戻って、10連。いや、ガチャはやっぱ楽しいですね。あれ？あ、ちょっとジム使うとこだ、危ない。あれ？これ10連のチケット10連ですね。OK ですね。よし、危ない。ジムは本当に使えない。さあどうだ、虹来るか。10連目。あー、虹は来ないが、いや、最近知ったんですけど、これピックアップ出るときに、なんか稲妻マークで、ウォークみたいな感じのね、演出があるんですよね。この、大木槌がバシバシっと入ってくる感じの。まあ、その演出も見てみたいですね。まあ、僕のアカウントで見たわけではないんですけど、ツイッターとかでね、見た感じなんですけど、見たい。実際ね、生で見たいですね。あー、今回星5は出ないか。今んとこ13連の星5は出ずと。あ、モーモスティック、これで貫突ですね。これは結構嬉しい。まあ、モーモスティック貫突と、今回のアテナの清掃みたいな感じで、まあ、僧侶に装備させるっていうのも、高難度では面白いかもしれないですね。よし、ラスト10連。佐藤だ、虹、来るか。虹一つは見たい。あーっと、今回は、まあ、23連出ずかな。虹出ず。体調見ていきましょう。最後まで。昇格があるかもしんないんでね。さあ、金のとこが来るか。あー、昇格せずの、あ、でも毒ガのナイフさっき出てましたね。これは結構嬉しい。貫突したかな？ということで、今回は出ずという感じになっております。いや、次こそはね、次はね、行きたいですね。はい、ということで、本日はですね、アテナの清掃の、武器のね、新武器の性能評価という感じで動画撮らせていただきました。参考になったよという方はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。